はい、デモクラ TV をご覧の皆さん、えー、中目黒のデモクラ TV スタジオからお送りするヘンリー鈴木のスポーツ塾、えー、9月号のスタートです、えー、今回もスポーツ界の、えー、いろいろな話題にいろいろな視点から消え込んで、えー、60分、えー、皆さんに楽しんでいただければと思います、えー、メンバーソナリティを務めますフリージャーナリストのヘンリー鈴木ですよろしくお願いいたします ええー、そして、コメンテーター紹介します。ええー、いつもの、東京新聞編集委員を。やめられて、今は。今。やめられてないよ。やめられたら、今、だん、なんですか。肩書き。編集委員です。その、よろしいですか。まあ、まだです。はい、すみません。まあ、あの、まだ確認してなかったので。はい。東京新聞編集委員の稲川さんです、よろしくお願いします。かはい。いということでね。相変わらずいい加減だね。いやいや,いや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 。あの、でも、六十五歳で。はい。まだ。六十五歳。 まだだっつって、すみません、年齢をねちょっと早くって言てね、65になって、65になった。まあいいや、会社の問題なわけだということでね、いきなりちょっとつまずいたスタートになっておりますけど、スポーツの方に関してはね、つまずかず、きっちりとお伝えしていきたいと思いますね、いや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 、今日はだって、この服、見てください、この服、ほら、パリ2024だね。 もうちゃんとあのー、パリへ行って、えーうん、一応空気だけ買いで帰ってき、えー、ましたけどね競技は見られなかったはい競技見ないですもう空気だけ <laughs> こ,こ,こ,これこれ, <laughs> これ何のために生きていやだからパリオリンピックパリのオリンピックがなって生きてる間最後じゃないですかこれあ、まあえー、だったらちょっと見たいなと思ってでパリへ初め泊まろうとしたんですけどホテル見たらもう一泊二十万とかそんなのばっかりだからああまあね。 これは無理だって言って、はい、だからロンドンに泊まって、はい、ロンドンから2時間ぐらいなんでパリー。 ああ、通ってたんユーロスターで。それって、日帰りでね、行ったりして。そういうことです安いんですよ。そういうことですで、その、この旗はね、この裏、こう、ユーロスターって書いてあるんですけど、あの、ロンドンの駅、駅、改札行くと、パリ行きの、そうするとこの旗が置いてあって、もっと、ロンドンよりも、ロンドン物価高いから、もっと安いまあ、ベルギーに行った人も多かったんですよ。ベルギーもね。ただ、ロンドンもね、ちょっといろいろ、さ最近行ってなかったから、まあ、いろいろちょっと見てようかなと思ってね。で、こういうふうのがもう旗置いてあって、 皆さんこれ持ってどうぞどうぞってフランスとい送想定してくださいねっつってね「50、えー、にどうぞ」ってこれ置いてありました、はい、もうボロボロになっちゃったけどまあでもね行っ,ってる間、あのー、日本が暑いじゃないですか。で向こう、はいい ちょっと移動的にはすごい、札幌とかね、フランスとか、うん。まあまあ、基本的にもっと湿気がないしね、そんな、あの、暑くても比較的爽やかだからねそうそうから鈴のもね、目的だったんですけど、全然でしたね。うん、むちゃ暑くて、やっぱりね、エアコンが入ってない方がきついです。ああ<ー>。えー、え、それはロンドンもロンドンも。随安いホテルとかだったんで。ロンドンもそう。 ロードもね、最初止まったところが、もうエアコンないんですよ、本当に。<う>で、半地下で。で <laughs> BB みたいなところそうそう、あのアパートみたいなところなんですけど。ああまあ、で、半地下でね、窓も開けられないもんでね。ああ、それは大変で、途中からうもうエアコン入ったとホテルちょっと映ったんですけどね。だからちょっと高いけど。<そ>えー で、パリも全く、ロンドン、パリも一緒だけど、公共交通機関は全くエアコン入れちゃいけないんですよ。それは。地下鉄、バス、タクシー。それはオリンピックでなくても、いつもそうだっけその CO2 削減の目的で、だからエアコン入れないもんで。前は入ってたけど前入ってましたよ。だから、あの、スイッチ入れで入るんですよ、どの電車も。いつぐらいからなのかね。何年か前やから でも、だから、入るのを前提に、二階建て、うん、ロードの二階建てバスとか地下鉄も、全部それ前提作られてるから、窓は開かないんですよ。うん、窓開かないのにエアコン入らないもんで、うん、中虫風呂でラッシュ状態になると。うんうん、で、ラッシュの時なんか、地下鉄のドアなんか開くと、なんか一人ぐらいおじさんがフラフラって,て,て、うんうん、そのままホームの上に大の字になって倒れて、うん、駅がやってきて、一生懸命こうやって泳いだりして。熱中,熱中症ですよ。中ですよ、もうに。ああ、大変だ。 むしろあの日本の方が涼しい感じでしたね。で、ねね、すごいパリオリンピックなんかもいろんな攻撃な場所を利用してうまく作ってるなって感じはしましたけどね、うん、それでもね。うん あの広場なんかにこう大きな広場コンコルド広場とかああいうとこに仮設スタジアムを作ってそこでブレーキとかやってるじゃないですか終わればあれ壊しちゃって、うん、そうすれば維持費もかからないしまた市民の憩い場になるしとやってる間はそこ入れないけどまあ,、うん、あのそういうところですごい効率的にやってるなっていう感じ知して、うんうん、で暑いのもねあのなんかわざわざ歩道に、うん 水道水が出る、うん、出てポテトボトルなんかにも補充できるようなこう水道水できる、こうなんかちょっとしたタワーみたいなの立って、で、ボタンを押すと上からミストがパーッと降り注ぐんですよ。だからそれがあるから、あの、暑ければもうそこの下行って涼めばいいっていう感じで、歩いてる人はいいんじゃないですかね、うんでか。カフェなんかもだから今、あの、エアコン入れちゃいけないことになってるらしいんで、そう。 それが高級なカフェ、<で>高級な高級なカフェなんて、そうなんです。高級なレストラン。そうです。だから、ね、中誰も入ってないと、ほとんど。みんなテラスで。まあ、まあ比較的、風通し良くて涼しいからね。そうです。ね、で、まあそれでも何だけど、それでも暑いことは暑いじゃないですか、まったく日が当たったりすると。そうするとね、あの、ちょっとした高級なカフェだと、あの、パリのシャンゼリゼ通りの通りなんかは、一分、一分に一回ぐらいあの、ミストが、 ピューってこう、天井から噴き出すようにしてて、それでエアコン代わりしてたんですけど、まあでも CO2 削減のためにそこまでやんなきゃいけないのかなっていういでもそれはフランスだけの一緒でいや、ロンドンもう一緒ですね。だけど去年、あなたも言ったわしないだけど、俺もあの、なんだ、イタリア同じような時期だけど、どこだってエアコンはね、しっかり。イタリアはもう全然関係なくなってますよね。それはフランスと イギリスとかかいくつかの国だからね電気自動車の割合を見るとその辺の取り組み方分かるかなって感じしてイギリスもフランスもエンジン音ってほとんど聞こえないですからねみんなもう EV 車で、うんね、で大体街頭にあの何充電のコネクターがあって、うん、でサブスクなっててなんかつ月々2000円ぐらい払うと充電し放題なんですってそこから専用ケーブルでもって。うんうん だから結構もうみんな EV 車で道路に止めてこうやってずっと充電してるって感じでしたね。うんうん、しかしね。そかまあ将来の未来の子どもたちのために今自分たちが我慢しなきゃいけないっていうことでやってるんでしょうけど、うんうん、まあちょっと過酷は過酷ですねこれからまた暑くなってきたりしたらね。まあだからできる国とできない国があるからね。日本だとの 国はできないそれそれ、ね、そうですね,もう日本ね何も違うことを考えなきやだけらねよくその辺を思い知らされましたちょっとねアナウンサーの中で。うん、中でね、まあ、せ選手村もだからほらエアコン入ってなかったからね選手から結構ブブ言ってましたね、まあうん、なんか氷か何かで冷やしてるんですか氷冷やしたりあのポータブルエアコン持ってきたり、うん、なんか公園のベンチで寝たりとかなんかいろいろいたらしいですけどね。うん 日本の選手でも入らないかったって選手いたからね。そうそう、いましたよね。あとは、あの、肉が少なくてね、はい、選手までね。でもある時期からあまりそういう声が多かったから、うん、肉を追加したん、ね、卵,卵と肉をなんか追加したって言ってましたね。ねうんうんうん だから日本代表って選手村で食事取ってた姿ってほとんどなかったって言ってましたね。あれ、あの、味の素が日本代表ってサポートついてるじゃないですか。はいはい、味の素がなんか全部そういうシェフとか派遣して、うんうん、あったらしくて、そっちみんな食べに行ってたりして、あとおむすびコンベっていうのパリに店舗あるんですよ。うん、日本でもあるけどあの。そのおむすびコンベの店が、あの、おむすび結構差し入れしてたらしいです。うん それは大体食べるところは選手村から外に出てそ外にその施設があってそこでみんな日本選手団が集まって食って,そってっそみな食べたりしてたって言ってましたね、うん、まあでもねその肉をね削減する肉を出さない方針もやっぱり CO2 削減っていうね結局肉ね動物だから CO2、まあ、出るじゃないかとでもそれ考えると結構そのオリンピック の危機感だ,、まあ、だからこそもあるし、でも、うんうん、なんだろうけどね、しかもそういう場でも積極的にそういうことをある程度、こう、ね、なんつうのかな、あのへあの不満が出てもやるんだから結構本気度はあるよね。そうそうやるとなれば徹底してやりますよっていう感じですね、うん、ねだからね。しかも、まあ、ああいう国だから、あの、まあ、世論がいろんな反応し,、うん、しやすいしね、うん だけど、それに対しては、まあ、相当する理解があるんだろうね。そうですよね。大変は大変だけど、ね。だから、環境を守れっていう団体もあるわけじゃないですか。向こうでそういうね、すごい、ちょっと過激な団体もあったりするじゃないですか。うん、うん。で,ののでも、おおむね、おおむね、それ、あの、大変だけど、それに従ってる我,我慢してますよね。そうん、いう感じがね、だから、日本もそういうところは、 しっかり見やらないとい、うん。エアコンないとどうしようもない、ね。いやいやエアコンの話をしてるんじゃなくて、<laughs> うん、そういうできることをね。でき,ねできることをやれそれやるために、ある程度政府にあの信用がないと無理じゃないですか、これもまた、ね。まあまあ、まあね。また政治家がなんか、ね、で言って、利権かみたいなことを言うな、うん。そういう不信感があるとね、うん、なかなかみんなついてない。だから政府というか、そういうことの、やってることの情報公開をちゃんとしてるとかね、そういう。 ことがしっかりしていればできるけど、そう,ね、そういうところで何事もあったか怪しねないかだとか、うん、本当か<う>という、ねね、そんな感じしますね。うん、まあ強いね、きょまあ、競技からちょっと離れたところの話ねなってるけどまあ競技見ると金メダルの事故なんですけど、日本って。 アメリカ、中国で40個につく3番目なんですよね、今回、メキシコな、まあ、メダルの金メダルの数だとメキシコオリンピック以来だよね、3番目。あ外でやった大会としてはね、えー、東京大会、この前、27個でしょあのいやでいや、そうじゃなくて、3番目になったのは、と、はいうのは前の東京大会にもなってないから、あのメキシコ大会以来だよ、ね。だね だから、だから偉いというわけでもないけどさ、そわ、まあ、けではないまあ、でも3番目って結構、覚醒の感があるというかさ、ソウルだとか、うん、あその後のバルセロナだとかさ、ア<ー>トランタの頃って3つ、4つみたいな感じだったよね。そうですね。<laughs> 1つ、2つ、本当に取ればすげえみたいなね、<laughs> いやいやあれだけど。 レスリングなんか一気にいやいや、レスリングはね、8個ぐらいと、男女でね、女子がね、ずっと強いって、競技人口も少ないから、日本が先進国だから、女子のレスリングは強かったけど、男子がね、ずっとへこんでて、前はお家芸だったけど、何大会か、ロンドンで彼が取って、もう、ものすごい何十年ぶりだった。 その後もそうはなかったけどね、こうできて、やっぱり強化がうまくいったのかな逆に柔道が男子2個、女子1個でしたからね。柔道大国でやったしね、台風だったのはね、やっぱりそこか変わったんでしょうね、でも今、柔道人口も多いし、世界が結構柔道っていうか、そう中ではまあ、それはそこ、検討はしてる。とと思うけどねスケボーか ああね、で、ブレイキーとか新しいね、うんうん、やつが結構若い子たちがこう来るじゃないですか。まあそ,、ねうんまあ、その辺でなったんですけど。だから、まあもうそういう話は今更だけど、うん、その点水泳だよね。あ、水泳ちょっとね、落ちちゃったっすね。あれ、あれはもう明らかに何か内紛とかそういうこと。そうん、まあ、コーチでしょうね、やっぱり、あの、平井さんとかなんかね、かねいろいろのコーチの話。 日本の水泳って前もそうでしたけどこうみんなでわーっとこう個人競技だけどなんか全体で盛り上がってであえてそれをあの政策的に導入したんでしょ平井さんだとその前だだか誰か要するに高校の部活のようにみんなでって言ってそのこう選手同士のこう、まあ、ある種 えー、相互浮上というかさ、うん、あのまあ、えー、チ,チームとしての強さっていうのねよく言われたけどねそうなんですよねまあまあまあ取れないと、まあ、いろいろ言われますけどね結局ねそういうふうなどもで,、ね、でも,でもあ明らかにだから、ねね、ちょっとね,ね極端では極端でしてほしねまあ、ねあとね気になったのが、うん、意外とあの球技チームスポーツの球技が不振じゃないですか。 不審だけど、うん、だけど、どこも、あの、そのメダルには届かないけど、うん、どれだって、どこの国も強いのに、あの、バレーボールだって、うん、まあ、そのね、まあ、テレビだとか、まあ、我々が煽って、はい、あの、男子なんか、うん、あの、金メダルとか言って、それは、それもレベルが高いし、うん、頑張ったと思うよ。うん、あそこまで見越してたんで、ねね。バレーボールなんかは男子世界ランク2位だったじゃないですか。うん、だけど、それはまあ、 あの決まった後でさ、うん、世界がもう調整期間になっている時に2位になったから、そうそうね、俺そ、そもそもそうは信じてなかったけど、だから検討はしたと思うし、うん、サッカーだってね、なでしこだって、まあ、アメリカとね、延長で、でもアメリカと延長で、まま、負けたぐらいだからね,ねまあ立派なもんですよあとバスケットが、ね、男女ともね、一勝もできなかったんですよね、予選リーグで最初 ああ、そうだ、ね。ええ、一生も、一生もしない、両方とも。あ、そっか、えー。まあ、バスケットはちょっと残念だったね。ね,<え>ね。だから、ね。なんか、結構、この,なんていうのレング。個人競技はみんな、わーって、こうくるけど。うん、なかなかチームスポーツって、そういう競技。っていうのは。難しいんですかね。難昔っていうか、ね、か、あの。まあ、各国とも強いから。うん、各国とも強いけど。うん、だから、それは。 あの難ししいんじゃない要するに競争が激しい、うん、だって個人競技いっぱいいるからいっぱいいますけどやっぱりそのいろんな国が総力を挙げてくるし、うん、やっぱりブラジルだとかイタリアだとか本当のスポーツ大国はさやっぱり、うん。 あのチーム競技っていうのはその国のスポーツの総合力が問われるん、ね、ですね,総合力ね。だからその総合力からいってなんなんかねもうちょっとこの個人競技の上を見ているともうちょっと行っても良かったんじゃないかなみたいな感じがすがそこで本当の意味でのまあまだまだ総合力がないんじゃないんですか、ねで。その辺ってなんかあるでしょう。あ,ある、うんですか。だかまだスポーツ文化は必ずしもまだ日本は、うん、底辺まで浸透しきってないところがあるのかなっていうのは確かにね、うんうん。そんな感じです。まあそういうところは見つ。 この今回、これ、もうパラリンピック開幕してるんですけど、あの結構車椅子ラグビー見てたんですよ、うん、ら車椅子ラグビー、金メダルを、ねね、取ったじゃないですか、あれはすご,い、ね、あれすごいですよね、3大会連続ずっと準決勝で敗退してて、うんうん、ついにその最初、準決勝で世界ランク1位のオーストラリアを延長で、ねうんうん、破って、で、アメリカ相手に圧勝して、ねうんうん、圧勝でもないけど、まあ、まあ7点差でしたね、は最後ね。で車椅子ラグビーって、まあ あの、見てて思うんだけど、本当最後まではこう、お互い取るとまず1点取るんですよね、上位のチームってね。うん、1>, 1点取って、また自分のところボールならまた1点取って、1点取ってって。うん、で、終盤になって何か仕掛けてきて、うん、終盤2点差をつけたら、そしたら圧倒的有利なんですよね。うん、こう、お互い1点ずつ取ってるから、うん。要するにオフェンスが強いわけで。そうそうそう。ディフェンスでなかなか、うん、あの、逆転するオフ,オフェンスでやってて、最後はディフェンスの勝負なんですね。だから、相手のそのインターセプトなんかして、ちょっとでもね、そうそうちょっとでも、 残りもう10秒ぐらいで2点差とかついたらもうそこでもう「おお」っていう感じになってだからその辺すごいだから結構メンタル面もボール持ってないケースが子が多いからその子たちが誰をこう抑えるかとかどこのパスが来たらこことかんか結構頭も使うスポーツじゃないかなと思いながらね見てて。あれだけでもコンタクト うん、激しいスポーツもね、ねね珍しい。それもずっとこの手でこれを動かすわけじゃないですか。

多分帰ってきてからこの車いすラグビーのあれが公演とかお手,、ね、お手本とするためになんかこう呼ばれたりするんじゃないかなという感じがします。うんうん、あと、ね、個人的にやっぱり気になるのがこの競泳の、あのー、100m バタフライであの東京オリンピックで金メダルとった木村敬一君でね彼はあのちょっと個人的につながりがあるものですごい気になるんですけど。うん、あのー 6日、日本時間の6日深夜7日未明だから、今日5日だから、明日の、あさっての朝って言ったのかな、うん、午前3時半から100メートルバタフライの決勝なんですよ。うん、で、この木村君、今大会50メートル自由形でも金メダル取ってるね、うん、これ。で、今度は100メートルバタフライがまあ自分にとっては本当なんだけど、この100メートルバタフライ、まあ連覇いいいするんじゃないかなと思ってたら、うん、なんかとんでもない強い選手が、 ウクライナから入ってきてるね。うん、で、あれって、競泳って、あの、クラスって、例えば視覚障害のクラスだったら、うん、視覚障害の度合いによって、3つ分かれるんですよ、うん、クラスがね。で、木村圭一くんは、彼は全盲だから一番、うん、まあ、重いクラスなんだけど、うん、一つ軽いクラスだった、あの、障害が軽いクラスだった、ウクライナの選手、そこでメダル一発取ってた選手が、全盲になってこ、こっち降りてきたわけ、そっちのクラスに。 全問で、ね要。要するにそれまでは S12 っていう、ちょっとはこう見える、<そ>ぼんやり見える人そ、その、期間中じゃなくて、今回の大会で。大会の前に。ま、前にね。うん、ああ、なるほど。なんか悪化して。悪化。で、その悪化したで,で、世界記録とか出しちゃってるんですよ、もうそのクラスでね。うんうん、で、木村健一にとってはものすごい、その、で、あのー、すごい選手が来ちゃったみたいな感じなんだけど、うんうん で、そんな途中で悪化してっていうのはよくあるのかなって見たら、なんかマリウポリ出身なんですよ、そのぐらいです。はい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 。で、夫婦で住んでた家が、<ー>やっぱりこのあ<ー>、まあ、ロケット弾かなんかで、うんうん、全部マンション、マンションなんだけど、うん、そこはアパートなんだけど、が全部燃えて、うん、今まで取ってきたメダルが全部溶けちゃったんですって。うんうん、で、その命からがらその逃げ回ってる中で、そのストレスで、 なんか視が見えなくなっていてもう今回このクラスだからまあ今回彼が言ってるのはもうその選手になったからダニーロ・ダニーロチュファロフっていう選手なんですけどもう,もうこの戦果で奪われたメダルを取り戻しに来たと俺はもうれ言う。 パラリンピックのメダル数とか見てるとさ、うん、ウクライナとかすごく多いんです、ね、いや、強いですよ、ね、あの競泳強いですよ、本当に。うん、やっぱりなんかね、常に彼らってこう、見ると、ウクライナのためっていう、なんかもう、国のため、自分たちが強いこと、生きてることを示したいみたいな、モチベーションがなんか、とことこ高いですよね、なんかね。 まあまあ、うん、それはそうなんだろうけどでもそれにしてもななんすごく多いよねあとはウズベキスタンだとかさ9歳も結構多いしね。うん、だ外に,<で>外に、まあ、出てもうウクライナから出て他の国の練習施設を借りて練習してる選手が多いと思うんだけどそう,いうのがねだからあれやっぱりパラリンピックの選手のその。 練習環境ってやっぱりあああのなんていうのかな健常者スポーツとちょっと違うところもあるんじゃない練習環境はもう本当国によって違って日本の練習環境ってどっちかっいうと最悪な方なんですよね、うん、今,今までは。やっぱりと特別なある程度何てうの,あの設備だとか例えばそのプールプールで視覚障害者、うん 泳ぐであの危険だとか溺れたらどうすると事故怖がるんですよものすごく要するにサポートが必要だそかサポートあとはこう何うかターンする時とかゴールする時にねサポートしなきゃとかねだからそういうのをまずんか泳がして泳がしてもらうプールを見つけるのがまず大変だと言ってますしまずはねその設備が特殊じゃなくてもねそこをやってあとは人のサポートとか。 あとさっき言った車いすラグビー、車いすバスケあ,あれはずいぶん断るんだよね、体育館はみんな断ります、まずそうだよね、えー、それで一時期ね、どっかが、ねはい、まあ問題になってっていうか、東京新聞がちょっと問題にしたあとる、ね、確かにボ床とか大変です、ね、床とか削れちゃうからね、どうしても、うんうん、でもまあそれをやっぱりある程度は、包、え、摂、ー、していかないというからね。 あ,のあそこの北区の国立スポーツセンターね、あ,ーあ,ーあそこのところに、そういうパラスポーツ専用の体育館がもう、ね、新しく2000、 2 0 0何年から10 16年かなんかにできたっていうことですよね、うん、あと長野にもなんかできたらしいんで、うん、その辺で見られにしててそれも大きる、うん、だからそういう環境がなんか非常に日本ってやっぱりちょっとね断られることが多いんじゃないの他の国に比べてっていうの、うん、だからまあ今回はね別にメ,メダルでいろいろはるわけでもないけど一時期さあの東京の時も、まあその前まで金メダル出るとかねあ,ありました,ですねだったよね日本がねだからそういう意味では 結構遅れてるまだ理解が足んないっていうところがあるのかもしれないですね,ね。だから行政がやっぱり前例がないことっていうのはみんな嫌がるじゃないですか、うん、結局、うんまあ、あとは一般の人の見方もさやっぱり、うん、あれ確かテニスでさ国枝が、うん、国枝選手が引退するときによくそういう話出たんだけど。うんうん 日本がねやっぱり三大、四大大会で、うん、まあ優勝者はまだ出てないかな、特に男子、女子は大阪なのほ、はい、で、ね、日本はやっぱりテニスはまだまだですね、はい、みたいな話したときに、あのマレーだか誰かが、何言ってるんだと、日本は国枝がいるじゃないかってですね、だからトータルで、あの欧米なんか、欧米というか、まあ、ヨーロッパはね、はい、要するにテニス一つとってもパラリ、うん、パラの選手を、 合わせてその国のテニスの力っていうのを少なくともそのトップ選手がそういうことを口にできるっていうのはねやっぱり違うのかなと思っるね。ねまあ国枝の存在は大きいですよねだから今出てるねあの18歳のテニスの子もやっぱり国枝を見て、うん、テニスを始めてねもう三大大会とったのかな、うん、ウィンブルドンという・うん、だからね まあ国枝選手はすごいなとは思います。うん、あとやっぱりまだまだこうなんていうのかね。オリンピックの方に比べるとパラリンピックの。はい、まあ放送もありますし、はい、盛り上がりもやっぱりは、ねはいはい。そうですね。だからパラリンピックって、うん、まあ N. H. K. が今もう。 夜中にずっとやってて、ダイジェストとかもうちょっとやってほしいなっていう感じもしてあのゴールデンタイムにもね。だって NHK、BS と総合とね、教育と3つあるわけだから、どれか1つプライムタイムにやってもいいじゃないですか、ちょっと1時間ぐらいで。やっぱりね、そういうダイジェストをね、やっぱ見れると、いろんな競技の魅力というかね、見どころやなんかが全部見えてくるからさ、それを。 やると随分とね分かりやすくなってくるんだけどねそれがないからね。ああテレビとかねラジオでやる意味っていうのはそれを見ている同じ障害を持った人子どもたちなんかがその憧れて自分もやってみたいってまたこう行くっていうのはあるじゃないけ子どもたちが見れない時間帯にねなんかこうやっててねどうすんだっていうメディアの役割って何なんだっていう話でなるんです まあ、いわゆる健常者も見ててもやっぱり競技としてね、はい、競技としてエンターテイメントとしてもやっぱり面白いなっていうふうにね、うん、気づくことは結構あるからさ、うん、それ、ね、れをやってく車い子ラグビーなんかは比較的あ<の>まあ,あのエキサイト っていうなっていうの、みんな分かってきたけどさ。うんうん、そうでないスポーツ、もまだいっぱいあるからね。らまあ、今回だから、民放なんか冷たいですよね。結構、ね、そうなんだよね。ね民放ほとんどやんない。ニュースもさ、うん、ずいぶんと、ちっちゃい。というか、逆に言うと、オリンピックの方はさ、バカみたいに、うん、あの、過剰に、こう、うん、あの。 放するその分余計なん現地からクルーも引き上げてきちゃってるしほとんどね現地にクルーいないですよねあれ見てるとね少なくとも民放あんまりいる気がしないです NHK も結構スタジオから日本のスタジオから放映してるからすごい削ってますよねなんかねちょっとね悲しいことだなという感まあそういうと新聞も新聞もねいちごもの捨てない新聞があったりしますからねたまにね。 ということです、ねまあ、まあそこでちょっとオリンピックで話戻すとオリンピック今回あと性別論争がまたやってましたねあの、うん、女子のボクシングでまそうね,ね、うん、まあ結局あれは要するにボクシングやっぱりボクシング世界のボクシング協会の問題がまた,したその可能でね <laughs> IBA、国際ボクシング協会は、ステステロンの、うん、あの、要するに男性ホルモンの一種ですね。それの値でもって、えー、おまあ、女子だけど、女子の試合には出ちゃいけないという形でやるわけじゃないですか。うんうん、それ IOC は今回、うん、パスポートに、が女性ってなってれば、それは女性だっつってこう、全部受け入れたけど、いざ試合になったら、えっ、ー、と、イタリアの選手が、あのー、 アルペリアかなんかの選手が、そういう鉄鉄のまあ値が多分高いんだろうけど、その選手だったら、開始二十何秒で、自分の命を守るために棄権しますって、棄権しちゃったしね、そういうことがあるんであ、ねね、で、そのイタリアの選手は謝、まあ、謝罪というか、釈明はしてたけどね、ただ、要するにそこに乗っちゃって、そのやっぱり。 ああいう LGBT やなんか理解のないというかな誤解の多いイタリアの政治家がそこに便乗してね、はい、なんかいろんなこと言ったりだから,、うん、から余計こうあのええー、まああの i b f i b んの言い分に沿ったようなイ,、はい、イタリアの中でね、うん、あの誤ったあの情報が拡散してね、うん なんだ、なんだの選手ね,ねそうなったらね、ねでもネットで炎上しててね、うん、なんか大変ですよ、ね。ただあの時 IOC はまあ、この件に関しては比較的、しっかりと説明をね、してたけどね。 バッハ会長も出てきてきだ,だいたい IOC 自体が今その国際ボクシング協会認めてないじゃないですかそもそもはねいろいろかだから今後果たして、うん、あのボクシングが次のロサンゼルスオリンピックで競技として採用されるかどうかはまだ決まってないんですよねこれ前、うん、東京のちょっともう一つ前だっけ IBA がさ会長やなこの買収だったかなんてものすごくこう。あの 問題があってあ<ー>、えー、組織自体も、うん、IOC から除外するっていうのは、はいうね、あ,あったよね。うん、だからまだ王を引いてるのかな。IOC として本当にやりたいのはそりゃプロボクシングの世界チャンピオンを集めて、うん、その世界一本当の世界一ゃ誰だやりたいわけじゃないですか。うん、確かに 野球、テニス、ゴルフ、トップ選手出てるもんね、今はね、あのバスケットに至ってもだしね、確かに。 ボクシンだから多分その道を探るんじゃないかなとロサンゼルスではねああなるほどあれ IBA っていうのは要するにアマチュアボクシングそうアマチュアボクシングそれはねまあプロは全く見向きもしないそうそれはもうプロになると WBAWBC って無数になってあるわけですからそれ自体がまたおかしいんだけどさボクシングは一部金にすごくなるからねビジネスとしていわゆるまあある種の小 ビジネスとしてもある意味ではピカイチのピカイチの、ね。 もう何百億、何というね、ファイトマネーだけで何十億、何百億、動くわけじゃないですか、確かにね、だからそう簡単にはオリンピックとの、IOC との話し合いないかもね、プロ側との話し合いって、まとまらないとは思うんだけど、でも IOC はその道を探りに行ってるんだろうなっていう、だからいまだに IBA の,の次のオリンピックでどうするか発表してないんだろうなみたいな感じはしますよね。だけど、かといって、なんかオリンピックでボクシングがないっていうのも、なんかね、確かに。 あ、この歴史からあるスポーツですから。レスリングあったけど、ボクシングもあったか。ボクシングあったじゃないですか。いや、いや、ないんじゃ。ボクシングはなかった。でうん、レスリングがあったけどね。まあ、でも、やっぱり、こう、ある意味では、その。人類のスポーツの中では一番、ままあ、単純なシンプルな。シンプルで、まあ、比較的浸透して、競技人口も多い。また、一方で、非常に危ない。ね、は、だけど、問題も多いけど。 いやあ、だね。これ辺の問題もどうなっていくのかっていう感じがします。うん、はい。まあ、ということで、いろいろね、フランスも、パリも、ええー、まだいろいろな話題がありました。ええー、ということでね、次、ちょっと大リーグの方に行こうかなと思うんですけど、うん、まあ、もう大谷は、ね、もう何も言うことないですね。うん、はい。もうどの、う55、55、55本類で55通りもやれちゃうんじゃないのみたいな感じの勢いで行きます、ねあ。あと20、20何試合だよね。20何試合ありますけどだから、まあ。

まあでもすごいよね,ねこれはまあ不滅の記録になるか、ね、まあ破ると西武また大谷が破るしかないそう,そう,そう,そう。だ来年来年はもうピッチャーもやるのそいやもうやるでしょうね,ねも,うもうあれだけ飛距離でやってますからねだからそれでそれだからもう5050 50は今年やって来年から 難しくはなりますけどピッチャーやりながらでもホームラン落ちそうですよねホームランはホームランはそれはさすが盗塁は少し抑えて一番バッターでできるかどうかってのありますよねまあそうだねそもそもはねピッチャーで一番っていうのはちょっとでも大谷の場合何が何でもあるような気もするんでただあとはそうなってくるとやっぱり怖いのは怪我だよねそうそう怪我あるからね だこれで走ってねすごい怪我らしい気がしてないですからねやっぱりねあれ日ハム時代結構通りもお、うん、もちろんその時多かったけど足の怪我が多かったよね,ねたた、うん、ベースでのまあ何とかランニングでね、うん、ちょっと足をこうひねったりとかねだからんか走ってるの見ても完全に盗んで走ってるから結構余裕なのが多いじゃないですかです91%とかでしょ成功率が。ああれれ圧倒的にだからあれは やっぱサインの多分盗の癖をホームの癖を完全に盗んでるんじゃないかな,なだからそれを盗んだと思える時じゃないと走らないんでしょうね,ねギャンブルで走らないっていうだからそう,そういうところってさあのなんか福本さんみたいなところがあんま見,見えないじゃん、うん、そうです、ね、<laughs> だけど考えて。 あとはさ、彼は案外、ちゃんと、あの、バッティングにしてもデータをしっかり入れてるらしいじゃん。はいはい、そういう感じはしないんで全部見てますもん。だって、でも全部見てますもんね、タブレットをね。うんうん、自分の終わったら、ベンチ帰ると、すぐタブレット。うん、で、DH だから、見る時間があるじゃないですか、うんうん、守らないから。うんうん それはもともと大谷はそういうのは比較的日本にいたときから身についたのかそれとも大リーグって結構そういうのを研究しててそれをべべいやもう勉強したんでしょうね、これはねうん、うん。で、勉強してまあその専属コーチがもう大リーグってそういうデータ分析の専属の人がいますから多分その人とずっとこうやってその人から教わったりして勉強したんだと思いますようん、うん、で、まああいう,こう,なんいうかな野球漬けでそれ、うん をまあ集中して覚える力っていうか頭の中でそこに常にあの考えているからそうですよね頭の中で24時間考えてる考えているからそれが頭に入ったってそれをね実行できるかってなかなか難しいけどねそうそういう意味ではまあそういう意味での予習努力をしっかりしているってことなんだろうそうですねだからそのデータっていう面から見るとあの菊池雄星があの面白いんですよあれ あの7月かなあのブルージェイズからレッドソックスにトレードで移籍したじゃないですか、うん、そうしたらブルージェイズは、ね、それまで4勝9敗防御率4.75、うん、ちょっと巻き越したのが、うん、アストロズ移籍してから今6試合で3勝0敗防御率2.57で、うん、その先発した6試合チームは全部勝ってるんですよ、うん、それを全部リードした場面でこうリレーしてるから菊池、はい、優星も完全にね アストロズの各のピッチャーみたいになったんですよね。で、まあ、アストロズ今、地区1位ですから、うん、まあ、これ、ね、2年ぶりのワールドシリーズ優勝、うん、で、地区も今何連覇してるのかな、これ。ずっと地区優勝してますしね。うん、うん。だから、もうすごいチーム入ってすごい活躍してるなっていうの今の菊池雄星で。うん、で、なんでこんなに、 ブルージェイズからアストロズ移籍してこんな活躍してかっていうのをなんか分析したサイトがあって、明らかにその投球パターンが変わったんですって、スライダーを増やしたりしていて、で、アストロズって、この近年強くなったのって、このデータ役の走りなんですよね、アストロズがね、あの、なんだ、あのトラックマンっていうのを使ってスピン量とかなんか全部計算して、その丸裸にして相手チームを、だからその走りのチームで、今でもそれってすごいあの磨きをかけてるらしいから、菊池雄星も、 をアストロズがトレードで取るときに、このピッチャー、アストロズに来たら、ものすげえ活躍できる、うちのデータ分析でいけば全部活躍できるようになってるぞとい。データを生かせば、ね、生かせば。生かす能力もあるであろう,そうまあコントロールもいいのかな。コントロールも良くなった、全然。で、スライダーとか増やして、ちょっとパターン変えればいいぞっつったら、本当にその通りになって、勝ちまンってるわけですよ。だ,だ,だから、アストロズすげえなと思って、だからこれもしかしたら。 そういうデータは野球に向くという素質というか、もう見抜いてたんだね、見抜いたんでしょうね、これ。なんか日本のとしってそういうのをしっかり吸収しそうじゃで高いですもん、だって、引き受け入れって契約するときに年俸15億か20億近くもらって、15億ぐらいか、うつって、今年が最終年なんですよ。で、終わったら、もし引き止めるんだったら、FA になりますから。 かなりお金積まないと、この延長契約できないですよね、うん、今のままだったらね。うんうん それでもなおかつ取ってきたわけだからやっぱりそれなりに根拠はあったんだろうないうそういう素質を見抜くその分析力もあるんだろうねだからすごいあのアストロズいいお買い物というかしたなとでこれもしこのままね基地優星活躍してアストロズ優勝してワールドシリーズまでいくようなことになったら菊池の評価ってうなぎのぼうになりますからまた FA になったら結構なあれですよが まあ勝ち進んでいけばで、はい、可能性もあるんですよだから菊池対大谷とかねあれ地区優勝はほぼまあどうでもですかまあまあ間違いない、ね、ちょっとねまだ、うん、ちょっとどうなるかでもほぼ、うん、ほぼ大丈夫でしょうででそっから先なんだけど、うん、あのえー、っとナショナルリーグか、はい、で、えー、その後 その後地区シリーズがありますよね、そこから勝ち上がっていけそうなのいや、そこはもう、いやあの、もうこれはね、ポストシーズンは何が起こるか分からないっていうありますから、その先はね、それはどんな強いチームで、ヤンキースだって、途中でこけたりしてましたから、一番強い時でも。それも頭に入れながら、もうやってると思いますも なるべく勝ち,勝ち星を重ねた方が、うん、そがホーム開催からこう始まって、ね、そういうルールになるからまあまあだから最後まで、あのー、息抜けないのがポストシーズンを見据えれば息抜けないのが向こうのアメリカのルのルーのやり方だか,、まあ、だからその辺も頭を入れながらやっていると思いますけどね、うん、あとねあ大リーグで面白かったのにあの1試合で1人の選手が両手 情報のチームに所属したっていう、のがこの前あったんですよ。トレードが、なんか時間が。ね、トレードの時間が。夜の十二時をまたいじゃったとか。じゃなくてね、六月に、六月二十六日に。うん そのジャンセン、レッドソックスとブルージェイズで、ブルージェイズのジャンセンっていうキャッチャーが、打席に立ってる時にもう雨が激しくなって、サスペンデッドだったの二2回で。で、それがヶ月2か月後の8月にこの間やったんですよ。うん、そしたら、そのより前に7月の終わりにそ、そのの時打席に立った選手、うんうん、なんと相手チームにレッドソックス、トレードされたんですよ。うん <laughs> で、だから、試合再開、2回から再開なさって。しスペンデッドの分の、その試合が随分経ってやったから、その時はで、記録上は同じ試合になる。そうそう、だから再開でプレイボールって言ったら、もうその、そいつが打席立ったわけだから、監督が出て代打ってやるわけですよ、いないから。でも、その時レッドソックスのキャッチャーは、そいつ、じゃあ、こっちはキャッチャー交代って、そのジャンスを出してますから、 自分の代打、そのキャッチャー構えながら自分の代打がそこに立ってるっていう、なんか不思議な経験をこの選手にし、ねうん、そ,それはその選手を使うのは、まあまあ、まあ当然可能なんだろうね。うそれはできるラーだったわけですからね、ここもね。うん、すでにその日時としてはもうそんなこと。そうそう、もうエ SF 補修になったから、うん、その時はね。こ<や><俺>れ大リーグ面白い。これは記録いやどうスコアを持つすか、ね、いや、公式記録はね、大変だったって、このプログラムがないんですって。うん、やっぱり、一試合で同じ選手が、 こっちの方で何だんなのプログラムないですからなんか全部それをなんか書き換えなきゃならなかったらしくてうん、うん、そうだよねまあ紙では何とか書けるけどだっていろんなものに連動してくるじゃないですかこの成績って紐付けられてるからそれは大変だない,、うん、ないそれ想定外だから、ね、想定外全く想定外ですよね<ー>そのねなるほどというね面白い話もありましたけどねはい あとはね、野球つながって、高校野球で行くと、高校野球、ま京都、国際、タイブレイクだったじゃないですか、あれ、どうしたタイ初めて決勝の。決勝でね、タイブレイクをね、決勝でも採用したのは、え、2021年からでしょ ?2021 年からで初めてですね、だから決勝でやったのは初めて。そうそう、タイブレイクの用でした。で、あの、 あれじゃないですか。それまで、去年まで、去年、おととしか、おととしまで延長12回まで、で、13回からタイブレイクだったんですか。で、去年から延長10回からタイブレイクにしたじゃないですか。なりやすくなっなりやすくなってんですよね。0対0でそのままそれで本当に決勝でなっちゃったんですけど。タイブレイクはまあ、なんつうのかな、なんか邪道な感じはするんだけど、あの、一つはやっぱり、あの、あの、 暑さの中ではやむを得ないし、やるべきだと思うし、うん、うん、で、もう一つは、あの、まあ、邪道でこうなん、なんだかなと思うんだけど、だけど、まあ、野球のいわゆる哲学からするとね、うん、だ、だけど、 そんなこと言っても、いざやるとなると、エキサイティングで面白い。まあまあね、も一二、ノーアウト一二でいいからってよね。でも野球冒涜してるまあそうそう。だから、やっぱり、邪道だとは思うよ。野球ってやっぱり、先頭打者をまず抑えるのに集中して、つってさ。で、しかも、そう、そういう、こう、なんか決着の付け方って他のスポーツであんまないよね。なんか点が取りやすくして、という。 のってあんまないよね。まあまあまあ、それは、PK 戦とか。PK もまあ、取りやすい。あれも延長やって、延長ね、やって、最後 PK 戦で。9回終わったらいきなりもう、この、なるわけじゃないですか。正規のレギュライニングが終わったらもう。 ほら、それ、まあ、そこまでして、高校野球って、うん、優勝チーム決めなきゃいけないのかなと思って、うんうん、で、まあ、もう9回終わって、だったら同点だったら、引き分けで両校優勝でいいじゃんって感じもしたんですけどね。あの、ラグビーは、そもそもさ、うん、昔というよりも何よりも、うん、ラグビーっていうのは、そのノーサイドだからね、<ー>野球、えっと、まあ、 は80分か、高校生と30、70分か、ああやったらあの、本来は引き分けなんだああ昔はテストマッチ、国家間のテストマッチも引き分けっていうのはあったの。うんうん、要するにノーサイドだから、ああうん、でそもそもあの、えーしまあ、スポーツっていうのはあの、決着をどうしてもつけなきゃいけないもんじゃないって考え方が、特にラグビーの騎士像的なとか、うんうん、ア,アマチュアリズムっていうか、うんうん、貴族の こうえー、考え方的にはあったんでね、うんうん、あるんだけどでもそれはトーナメント方式の考え方では最長とい、ね、うか、んね、まあそれはね上に行くのは1個だからなんだけど、うん、多分、まあ、頂点まで行ったらもう上ないわけだからうん両方優勝でもいいんじゃないのと思いながら見たんですけどね。 一番を決めなきゃだからねそれはトーナメントの考え方としてはしょうがない、うん、でも別に賞金かかってるわけじゃないからねそれで、ね。まあそういうもんじゃないんだけどさうん、うんね、別に優勝旗2つ作ればいいんじゃないかとかね勝手に思ったんですけどね一方であのラグビーでさ、うん、えっとあれはもっとこうあの 要するにあれはそうだやったんじゃなくて決勝がなくなって両校優勝っていうのがね<ー>昭和天皇がなくなってっていう時があったけどあ,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 あれはまああれそうでしたっけ決勝がなくなったんでしょ決勝がなくなったんだ、うん、あれはひどい決着だなと思って、ね、高校サッカーどうでしたっけねあの時,あの時中断しで高校サッカーはた僕はちゃってて <laughs>、うん それかららししばらくはずっと中断してたんですよね高校サッカーやったんじゃないかな忘れちゃったラグビーはひどいもんでね、うん、もうやんねえってんだからさうんねえ何、ね、で昭和天皇が亡くなったから中心なんだっけ、ねうん <laughs> ね、確かにね <laughs> まあそういうのもあるしこれも本当になんかに今年っていろいろこの高校野球があってあとほら大会初日から第3日まで午前の部と午後の部に分けてやったじゃないですか、うんうん、でこれも あの、開会式の日が結構、あの、大変だったみたいで、朝8時から開会式じゃないですか。うんうん、ただ、最後の第3試合に出る選手,選手は、これ、えっと、第3試合始まったのは18時52分だったんですよね。うんうん、だから朝8時の開会式に出るために朝5時に起きてたと、選手は。で、8時から出て、で、そこからまた宿舎に帰って、うんうん、その、 ずっとなんか昼寝をしようとしたり印象、うん、をいろいろやったんだけど調整するのがすごい大変だったと言ってましたね。大変だよね結局それがあのこう暑さを避けるためであ<ー>り選手の健康管理っていうかなって コンディションをとにとってはいいんだということになっているとあんまり、ね、いいのか悪いのか暑さをしのぐという意味では少しはいいんだね、この暑さっていう面でいうとなんか出たその夕方の部からね午後4時午後5時ぐらいの試合開始で出た選手や監督が言ったのは。うん えっと、いやー、やっぱり鈴木って楽ですね、つって、うん、ベンチに入ってる、ベンチのクーラーが効きすぎて寒くなったから消しましたよっ、言ってましたから、うんうん、そんなにガンガンクーラー効かせてんだったら別にいいよな,ないかっ、って。消しましたよ、とか言ってましたからね、<laughs> クーラー。今、そうか、うん、ベンチが結構ライブを効ききるんだ。だから、選手は別に良くて、まあ、あとはお客さんと審判の問題になってくると思すけど。お客さん、そうだね、審判が大変でよく、あの、 あの、子供の学童の野球でもね、結構しみたかった。しまあね。高齢だしね。厚着してるしね。あの、プロテクターそうなんだ、実はね。確かにね。野球ってピッチャー以外だ引っ込めるからね。で、高校野球だって守ってる時間短いじゃないですか。まあ、すぐに終わっちゃうすぐにクーラー効いた、ガガンに効いたとも入れるんだから。確かに、あの暑さ、 ひでえなとは思って、うん、あの、なんか考え方としてはな何もそこで、あの、ドームでやればいいじゃんと思うんだけど、うんうん、だけど、確かにそんなにベンチが、あの、キンキンに連合を聞いてんだったら、よくよく考えれば、まあ確かに野球というスポーツはね、うんうん、そんなにマラソンみたいに炎天下を走ったりするわけではないからね、うん、あの、ちゃんときちんと、 そん熱中症対策やってればねなんとかなるんじゃないんですかというむしろ見てる人とあとお客さんなんだけど心配心配お客さん確かにね大変なんだけどお客さんも結構高校野球ってほら全試合球場で見るのが趣味っていう人がいるじゃないですか毎年毎年必ずその人から不満がなんかだまありましたね要するに途中1時ぐらいで終わっちゃうじゃてでまた夕方から見に来なきゃいけないから。 あの、それまで時間を潰すのが大変だとか言って。まあ、それは勝手にしてください。<laughs> こんなに長くいあと、夜の部だと、終わるのが10時前ぐらいになっちゃったの時あるじゃないですか。そうすると、応援だって割と地元からこのバスで日帰りで来たりしてるじゃないですか。だからもう着くのが、ね、あの、またじそこから終わってから。 あの自分の地元へまた帰ってくるのがもう朝方ぐらいになっちゃったりしてだたとか、ね、まあまあう,うん。そあ辺の止まらないでだからねまあそれはちょっとかわいそうだ,、ねうん、だからなんかまあいろいろそういう声出たからそれをもとにまた考えてくるんでしょうけどねあとはもう一つはねあの途中からあったのはね7イニング制の議論っていうのは結構ね それもある種、ある種邪道だけどね。これがね、また邪道ってことですごい賛否両論ありましたね。まあ3の倍数が野球の哲学だからね。そう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 。1チーム9に3アウトチェンジ三し、何でもね、でね。で、7イニング制になっちゃったりしたら、まあ例えば、あの、高校のチームは、まあ勝ってたら6イニングで終わっちゃうわけですね、攻撃はね。そうすると、 打席でそれもだからさ暑さ対策なんだろだからそれってどこまでそんなに効果があるかっつてね7イニングしてねで全部7イニング制だから予選からすべてだけど熱中症対策としてそれそもそもそんなに必要なのかなと思うしあとピッチャーの。 今はちゃんとそれ学校のチームの側の問題で一人投げさせないとかさ、うん、それいくらでもできるわけだからねだ、うん、からナイングっていうのはまだ決まってはいないで両論 だっていう話までですけどね。うんうんうん、そうだろうね。まあテ、テレビ的には早く終わるからいいんでしょうけどね。全部2時間、うん、1>, 1時間ぐらいで終わっちゃいますよね、たすらね、これ。でも高校野球早くいからね、展開が、ね。もともと早いのにさ。2>, 2時間はあんまかかんないよね。そうですね。あんま膠着してないけない、ね。で、多分、あれじゃないですか、出られる選手も少なくなるじゃないですか。うんまあんまも、あ、まね。まあ あだから意味ないんだけどなんかやろうとしているって話もあるしうそれこそプロ野球クソ長いから7 <laughs> イニングしたやと思う,う少年野球は7イニングでしょあるし。あ<ー>ああそ,そ,そうだね,そ,うだね,ねそれは分かるけどね奨励、ね、野球は7イニングで,で高校野球も7イニングとなっちゃうと高校出てプロに入った選手はいきなり9イニングになるわけですよそうだよね大人の世界9イニングっていうふうで,で これ,これはこれ大変だと思いますね7回までしかやったことない選手たちが、うん。そうですね。ラグビーは35分が40分になる。サッカーも。サッカーも、サッカー40分か。 5分の差と8、9の2、2があるかないかって、ものすごい違いますよね。そこでいろいろドラマが起きるんですもんね。それはやめたほうがいいね,ねあ。これもどうなるかっていうところでね、なんかまだ、でどいつ決着かつのか、結論が出るのか分かんないんですけど、だからだったらコールド制作をすればいいじゃないかっていう話もね。あまあまあまあ、まあ、それはまたちょっと別だから、ね、5回,でも5回10点差、7回7点差。うんうんうん 結構頭にあるじゃないですか。甲子園でもあるか。うん。まあたまにね。甲子園です。あの五回で十点差とかつけられたら可哀想ですよね。うん、甲子園だけないからね。甲子園とかね。地区大会あるけどね。うん、ああでも必ずそんなここ駅は最後まで何が起こるかわからんっていう話が出てくるんだけど。うんまあ、もう五回十点差なら五回七点差ならいいでしょうみたいなだ。だからいやいいいんだよ。あのどっちでもいいんだけど、なんで甲子園の だえー、と地区大会ではコルダウンのド製、うん、なきゃないかって<あ>なとうったらどっちかにせいやるっていう,そう,そう,そうねだからいいんじゃないかって思いますけどね、うん、これもねコールド制でやってもいいんじゃないかと思いますけど意外とこの辺に落ち着くかもしれないですねだからね,あこねまあまあね、うん、まあ,、まあ、あの選手によってはあのコールド制だったから出られなくなって、ね、控え選手なんかはこう甲子園の土を踏めないままさよならになって。 なっちゃうっていう選手もいるでしょうからね。ねまあまあ、それはしょうがない。ね、五、ね、回で終わっちゃったらね、<ー>おそらく <laughs>。レギュラーだけで終わっちゃいますよね、みんなね、試合はね。まあ、そういうの、まあ、考えてるのかなってあります。さあ、で、アはですね、まあ、プロ野球で言いますと。プロ野球はやっぱり、なんかソフトバンクもね、マジック十五。ぐらいになってますけど。うん、それにしても西部が、西武は、西武はね、もう、もうど。どうなっちゃうんですか。で、来年の監督も含めてね、含めてねこれね <laughs> 四十超えてましたね。ね。うん。あそこまで負け多いっていうのは地上。そうですね。四十もあるコメントね。ちょっと。地上。はじ始めてぐらい。最悪。最悪。最悪どのくらい。今、今、何今何敗だっけ、セーフ。過去にはどん。い<や>過去、あ<の>楽天。ヤク,楽ヤクルトが九十八入ってる、ね。あと楽天が最初の頃ね、結構。いっぱい稼いでた。ね,えねえ、今、今、今,今ね。 三十八勝八十一敗なんですよ。<laughs> まあ九十八敗までいかないですねヤクルトれ、ね、ああそれいつヤクルトそう、まだ五六年前ですよ。え、そんなことあったっあの時だから長谷川昭一さんっていうヤクルトファンのねああジャーナリストが九十八敗っていう本を出したわけですよ。<laughs> <laughs> これが売れたんですよ。<laughs> まあいい,いいフォーカスですねそうそう。<laughs> それさた次の年優勝するわけですこれが9年からから。何なん,なんだろうね。やからないな、プロ野球はと思ってね。かね高でだからセーブだって、だセーブはやっぱりね<ー>や、山川が痛かったは痛かったんでしょうけどね。もともと打線のチームで、そ,ね、そこへピッチャーも育ってきたから、さあいけるぞっていうところへ、<ー>番が、あなかったでっでね、言えれちゃうし、うん、みんないなくなってっちゃうわけですからね。うん、まあリズム狂うと、チームは怖いんですけど、逆にリズム良くなったのはね、日ハムですよね。 そうね清宮はね、だからあれは新庄監督が俺がダイエットさせたおかげだって言ってね、<ー>今、やってますけどね、だから、でも2年連続最下位でしたからね、一番、うんね、もう、そこから一気にこの A クラスも、ね、もう、F、2位でね、ねもうポストシーズンで,で、やっぱり新庄、この前もなんか特集されてたけど、新庄監督のやっぱり選手の操縦術っていうのは、ちょっと上手ですよね、うんまあ、そうだね。ね やっぱあの軍事ってあの慶応大学出てドラゴンズ入って去年あの、中日から日ハムに行って、ねうんうん、選手がいるんですけどこれがなんかインタビューされて、まあ、キャッチャーだったけど三塁に、日ハムで三塁に完全にコンバートされて、うんエラーして落ち込んでそのまま家に帰ったら、うん、新庄監督から LINE が来てたと。うんうん 来てね「今日お疲れ様みたいな書いてあったから「えらしてすいませんでした」って言ったら「守備は急に上手くなるもんじゃないから少しずつ上手くなればいいんだよ」って言って励ましのラインが来てただってそれを見てんかすごい気持ちが前向きになって次の日からんか自分でちっちゃいグラブを持ってきてそれで守備で特殊を試合前にやるようになったってああやっぱり選手を前向きにさせるのが。

まあ61年全然ない,全然な,い全然ないですね全然いないですねまあ、まあ、あの本当のお荷物球団と言われたこのバッファローズですねこれねそうね西本さんが来る前のそういう今情報ありましたあれは103杯でございます <laughs>、まあ、そういうところでね新庄監督がなったんですけどうんでこの前もね面白かったのに黙言ったらまあもうソフトバンクはねもうこんな バンバンいるから、ただまあ、きなんかはすごいいい勝ち方してるし、そしたら、優勝の可能性は1%くらいだけど、残りの99%は、もう選手が楽しんでやってくれればそれでいいと、楽しんでやらないと力が抜けないからうだ、ね、うんだからそれでいいよって言ってさ。 99%楽しんでやれっていう監督っていうなかなかね、うんまあ、いいこと言うなと思ってね、それはね。大したもんだよね、新庄はね、うん、しかもまあ人気も考えてるし、でも人気があれば、やっぱり選手もね、やりきりがあるし、あとはそうやって、あのこうやっぱり選手の機微をね、よく分かってくれてるというかね。 まあそういう意味ではね。とかね、意外と意外なんですよ。割とあの。でも、でもなんかそういうところはちょっとあったよね。まあね、ジャム行ってから多分そういうのも出てきたんですけど、僕なんかほら、あの、市場がまだ阪神で現役やった頃によくこうね、あの、見てたから、そうするとどっちかとほら、マイウェイの選手じゃないですか。野村監督ももう我が道を行く、ね。なかなかちょっと苦労したぐらいの。ただ野村監督も、 あの、新庄の、その辺の、見抜いた、いたんだろうかな、やっぱりね、可愛がってましたからね、うん、基本的には。あの、それなりにさ、その、前上っぽいけど、うん、非常に、こう。いろんな人に対して、不快感を与えないところ、あるじゃん。ね、だから、うん、そ、れなりの、こう、あの、こう、繊細さ、あるというかさ。それと、あとは、結果的に、ヒュ、ーマンスキルが、で、きているところ、あるんじゃない。みんな、優しさのようなものを。うん 心情は感じるしさ、明るさと。で、それで言って、何、ただ単にセオリーでやるんじゃなくて、奇襲をかけてみたいにいろんなことやってくるじゃないですか。考えてんのか考えてないか、よく分かんないところが面白いしね。だから選手もなんか最初のうちは、1年目、2年目、1年目ぐらいとっうときは、え、ここでそれみたいな感じになってたんだけど、今、ああ、監督ならそれ出すわな、みたいな感じで、それは思うようになったって言ってるから、まあそういうのもね、面白いところがあるでしょうね。しかも、多分この、 なぜ、えって言って、不快に思うような采配もあるだろうけど、うん、多分それはちゃんと合理的に説明をしてあげるとか、フォローもするんでしょ、うん、多分たねおそらくね、しで新庄監督、きのうもソフトバンク勝ったりしてるんだけど、これ、ポストシーズンいくじゃないですか。うん 多分日本シリーズを狙ってるんだと思うね、もうね。うん。で、なんか、あっということをやって、ソフトバンクを倒して日本シリーズ出てやると。まあそうだね。ね、それぐらい絶対考えてると思うんですよ。奇襲がなんかね、奇襲。をやんなきゃ勝てないからね、きっとね。短期決戦で。そらく日本シリーズ出てくるときの新庄監督ってむちゃくちゃ耳に着れると思いますから、世間が投資するでしょうから。で、奇襲をみんな期待してるしね。何事そ奇襲やって何事か奇襲やって。

ね、本当、あのー、まあ、それに比べると、<そ>ちょっとセリーグで同じリレーで、最下位から今年迎えた。ええ、まあ。あれですよね。えー、なかなか、ちょっと、辛いドラゴンですけども。まあ、立浪監督も新庄。ね、ちょっと、もうちょっ,ちょっと、ある意味、談話見てても真、真逆、ね。真逆だよね。えー、真逆だよね。<laughs> どこっちの方がいいかっていうね、あの選手の操縦術、まあ新庄監督に学んだ方が。幸せなの、なのかな、みんな。ということで、<laughs> また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。